福岡市内の24万羽以上を飼育する養鶏場で、ニワトリが次々と死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、鳥インフルエンザに感染している疑いがあることが昨日わかりました。福岡県によりますと、福岡市内の養鶏場でおととい、ニワトリが90羽ほど、 昨日朝も100羽ほど死んでででいいるのがが見つかり、簡易検査で陽性が確認されたととうことです。遺伝子検査で陽性が確認されれば県内の養鶏場や農場では4例目でこの養鶏場で飼育されている全てのニワトリおよそ24万3000羽が殺処分される予定です処分されることになれば福岡県内で過去最多になる見通しで 自衛隊に災害派遣を要請することも検討しているということです。検査の結果は、今日にも公表されることになっています。